99式 8cm 高射砲は、1941年に、純正式制定された日本陸軍の高射砲である。1937年に、南京郊外の公院砲台で、クルップ製 8.8cmSKC-30 を露革し、葛式 8cm 高射砲の名称を与え、使用していたが、 性能が手頃であったため、1938年から模倣国参加に向けて審査に着手した。結果、小順具以外はそのままとすることにし、1939年にデッドコピー版3門が国産された。当初はクルップには無断で進められたが、1940年に日独意三国軍事同盟が締結された後、ライセンス料が支払われた。 その後、大津川社長にて試験の後、1941年陸軍防空学校にて、教師の結果、実用性を認められ、直ちに純正式の制定となった。国産化に向けての改良としては、原型や試作時は、いわゆる二重構造の召喚式方針を使用していたが、量産化にあたり当時国内でもほぼ定着していた。 自己緊縮式の単肉方針に変更された。小巡具は運用上の利便性から国産の旧来のものに変更され、また原型法や初期の国産法には大型の棒立てが装備されていたが、操作上邪魔であり資材節約のため後に撤去されている。これにより、放列放射重量は 5000kg 程度にまで軽量化されることとなった。 名称が野戦校舎法ではなく公社法であることからもわかるように人地公社法であり運搬車やそれを利用した野戦法有化機材なども独自に開発されたが原則としてコンクリートや木材で組まれた固定法有化を必要とし迅速な人地変換はできなかった構造が完明で製作にも技術的にあまり高度なものを必要としなかったため 純正式ではあったが1942年から1945年にかけて500門以上、一節には1000門近くが生産され、88式 7cm 半、野戦校車砲に次ぐ生産数を達成し、本土防空戦では校車砲部隊の主力を担った。原型砲のクルップ 8.8cm SKC30 装甲貫鉄能力の数値は、 射撃対象の装甲板や実施した年代など、試験条件により異なる。陸上自衛隊幹部学校戦士教官室の所蔵資料であるこの絵第三師団の調整資料、原油対戦車兵器資材攻略外見表によると、998校の鉄鋼弾は、射距離500メートル、貫通鋼板圧120ミリメートルとなっている。 http://www.navweaps.com/.weapons/.wnger88mm から 45skc13 htmhttp://www.navweaps.com/.weapons/.wnger88mm から 45skc 30 htmhttp コロンスラッシュスラッシュ www.navweaps.com スラッシュエポンズスラッシュ wnger 41から45 skc 06 htm 原型は耐水雷低用の8.8 cm skl 45単層速射砲を高射砲に改造した8.8 cm フラック l 45で 第一次世界大戦より前に配備が始まり、大戦後も改良と生産が続けられた。8.8cm SKC-30 もその中の一つである。形状が同じで大型の 10.5cm フラック L-45 も存在した。ありがとうございます。